ターボ全開で突っ飛んでくぜということでやっていきましょう。今回のドラマルール編で最終戦になるんで、これで終わりたいと思います。これやってね、アンゲイ、ヤスゲイアンゲイかな、アンゲイ、厳島ということでね、やっていきたいと思います、おー、毛利元就の撃破ね、おー、軍略化っすね。おしかしよ、本田、あんたらじゃねえとしたら一体どこの誰が。毛利の仕業だ。読み通りすぎて味気もないの。さやか、いや、それより毛利だと。ああ、潜ませていた我らからの情報だ、間違いはない。それよりも一つ懸念すべき厄介事がある。なんだってんだよ、そりゃ。姫、お前もよく知る鶴の字が毛利によって囲われているらしい。マジかよ。なに、あの鶴の字、まあ鶴姫っすね。鶴の字鶴は。は、悪の海賊さんご一行堂々の到着です。ならば卑弥呼とやらの力で見事打ち払ってみせるがよい。鶴の字、さやかが言った通りかい。鶴の字、さやかが本名なんですかね。すべての事象は我が盤上にあり。おっしゃ、やってくれ、解放させるぞこの野郎。ここへと謎解け撃破。お、来たー、反射、熱い、溶けたし。全ての人を奪い、大鏡の表彰を食べろ。大鏡はそれぞれの人から集めた光を消費している模様。全ての人を奪い、大鏡への就航を立て。ってことでね、よっしゃ、悪いが家康の余剰はアドバンスだ。あんたの手を貸してもらうぜ。あ、もう最初から行こう。あ、卑弥呼様、邪魔やこいつ。何、何、うんうん、賢い毛利さんの指示に従えば大丈夫。わかりました。おい毛利、俺の島を荒らした落とし前はつけてもらうぜ。おっしゃ、そのようなこと知らない。邪魔なやつは消していきましょうね。知らんの。あれ、なんだか一瞬卑弥呼様みたいでしたね。よっしゃ、あ、こっちから来たら行けたら。貴様は犬死によ。おっしゃ、危ない。よーし、ナイス、ナイス、助かったよ。おっしゃー、変化、貴殿ほどの常識外れであればもはや恐れもすっ飛ぶわ。おっしゃー、ほら、お前、俺も策の道よ。せいぜい疲弊するがいい。ああ、やばい。ここに本当いて、お前ら。頼むから、言い過ぎやね、ほんまに。おーし、またルーレット回したよ。よかった、よかった。おお、ナイス、これ好きやで。これは好きやで。思い知るがいい。おー、やっぱええわ、最高すぎる。おご新作がありました。あなたは
嵐を呼ぶ雲であると。すごいよな。だからズバババババババーッと振り払っちゃいますよ。一本足で出す。まさに鶴まさに鶴やね。まさかとは思うが、はいか、通りの野郎に言われるがまま野郎どもを手にかけたりは。そんな怖いことするわけないじゃないですか。早いとこ目を覚ましやがれ。さやかがどれだけお前を心配してると思ってんだ。え、ごめん、何こいつ、もうこいついらんて。あ、痛い、もう、何これ。カンナギよ、日輪とヒミコにカゴズがある。そいつに騙されてるってなんで気づきやがらねえ。つむの字、ヒミコ様。あいて、私、わからなくなってきました。もはや駒にもなり得ん。あれ、なんか、うまく、おっと、アップライ。我が万丈の散り崩よ。怖いわ、これ。聞け、カンナギ。ん、ヒミコ様のお名前を語って私を。なんて悪い人。口うるさきカンナギよ。ん、ごめんなさい。ごめんなさいってなんて。お天道様の力は使わせませんよ。腰召しません。やっ。案ずるな。貴様に代わる駒はいくつでもある。そういや本田よ、あんたの話はまだ聞いてなかったな。待たせて悪い。で、家康が何だっけ。そうか、まさかそんなにまで思い詰めちまってるとはな。よし、家撃破。家かよ、つうイエーイだけど、家だけにイエーイ。力になるに決まってんだろ。これはあかんない。あかんあかんあかん。そうよ。我が盤上になる行動は慎め。順番行きましょう。カンナギ。順は、どういう不足ではない。お、レベルアップ。眩しき光にひれ伏せ。いいね。お、神業だ。お、これは何や。秘伝の日輪神宝に消え。おお、やばい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 。かっこいい、かっこよすぎる。お、こっちはわてらになぜかこうなった。お、ぶね、変化。お、終わったけど無敵参上。無敵ちゃうけどな、お前。まあ一発で倒せるけどさ、どんな相手でも。敵将をおびき寄せる作戦。多分か。我と張り合うか。照らしたまえ日輪よ。無敵だ。お隣様のお力で。無敵さんじゃ。ああ、あかん。聞こえ。ねえ。こっちの親分がやられました。おっとおっとおっと。もうこいつこ早く出させて。テラタマリン。よし、変化。おお、こいつ好きやで、こいつは。赤月丸か。オッケー、覚えてね、赤月丸かな。って言えろ。だから、聞こえーいって何？それがしに勝るとも劣らぬな。テラタマ、リン。あ、無理や。俺適当もんだし、ほんま。聞こえい。だから聞こえいって何。おお、それがしにできることなど何もないではないか。テラタマ、よーし、いけるぞ、いけるぞ、いけるぞ、最後や。おーし、バーサラフォーで。おお、停止。うん、それがどうした。我が策に陰りなし。だから聞こえて何。定めの壁は破れても我が軍の壁は破らせぬわ。おお、だいぶ。テラタマリン。テラタマリン、なんか名前でありそう。テラタマ、テルタマってありそう。だから、だから聞こえて何。それがわからんから、何言ってるかようわからんぜ。テラタマリン。あんまりいじめる
別にいないの。占い者って出してるし。だから聞こえてないならもう、めんどくさいわ、こいつらなんか、同じようなことばっか言いやがって思う。テラタマリン。そう、まあ、またテラタマリンかよ。いらんテラタマリン。このような命、惜しくはない。おっしゃだからもう聞こえるよ、わからねえって言ってる。おっしゃ黒あーちょっとこいつかテラタマリン。よしよーし、おった。ここであいつを止める。俺も英雄になってやる。よーし、では全ての自分は奪ったんでね。まあ相手なんですけど、とっくにだから気になるんでね、やっぱ命を投げ打て。全部貴様が消えてから行きたかったんで。毛利は滅びぬ。かしこまり候。モテナレを倒しに行こう。テラタマリン。テラタマリン。リンリンリン。まず戦など我が策になし。おほほほほ。我が全てを覆してみせよう。聞こえ。いちいち聞こえ、うるさいの。やられるときこの子だ。入った。何が起こった。あ、痛い。もうこいつらか。なんか上からなんかさっきの大影みたいな攻撃してるやつ。あんなとはこいつらはほんまに。おお、こいつや、こいつ。よし、では先進むか。来たよ、モルモトナリ。幾百の時を経てもなお滅びぬ国、そこへ導きうるはただ一人、このアマテラスの巫女のみよ。アマテラス大神ってことか。野郎どもの仇取らせてもらうぜ。よし、これ使うぞ。卑弥呼しかり、わずかに名を語る程度で。ヘボそう、めっちゃヘボそう。溺れるものよ。よし、これもやってみるか。貴様とて踊らされるものに過ぎぬ。戦国最強主を語った我への虫妻、こらえきれぬである。いいね。遅いね、ほんまこいつ。最近もね、戦国で。友のため、上祖壁のためだと。あんた、ありがとな、ホンダ。そんな風に思ってくれてよ。そこまで愚劣なるものであったか。戦国最強、ホンダ忠勝。愚かにして読み切れぬものよ。よし、終わりますね。では、この辺で、ね、終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。でっかい迷惑かけちまったな。このやつね。あんたがいなけりゃ、俺は取り返しのつかねえ過ちを犯すところだった。あいつがあんたを重んじる理由、よーく分かった気がするぜ。巷じゃ徳川に過ぎたる者なんて呼ばれてるようだが、あるいは俺たちに過ぎたる者なのかもな。何うろたえてんだよ、ホンダ。あんた